ルネド・シャロンのトランジ・トランジは、中世ヨーロッパの貴族や、数奇教などの墓標に用いられた、朽ちる家庭の一体の像やレリーフである。ベルギーノブスの16世紀のトランジ。リットル・オメ・エモーランズと、地元で呼ばれる地産、虫に食われる様を意味する。12世紀から16世紀のフランス語では、トランジーは、死者について使う名詞であり、その動詞系のトランジアは、死に行く。 通り過ぎるという意味で用いられた。もともとは、ラテン語の動詞、トライアに由来する。中世からルネサンス期にかけてのヨーロッパで盛んに作られ、その多くは、死後時間の経った死骸の姿で、体には、穴が開き、うじやカエルなどが貼り付いていることが多い。これらは、メメントモリと呼ばれる教えに基づいて、見たものに、浮世の儚さを解くものとなっているトランジには、個人の墓碑以外に、 世のための見せ物となるモニュメント的な墓碑もある。高層の墓碑では、傲慢の戒しめや魂の救済のプロセスなど、多数の稽古やメッセージが込められ、普通の大画像や、気配像と組み合わせた、多層式墓碑が作られた。トランジを作った人々は、生俗各界の要人や富裕層であり、生前の遺言によって、死後に作られた。 トランジの流行は14世紀の後半から16世紀までであり、ルネサンスの開花と共に消滅した。A.B. 松田徳一郎2000、A.B. 小池 1999, ピアニッシも56から72、カガノイ 2012, ピアニッシも76から78。ありがとうございます。